薬物動体学は生体に投与した薬物の体内動体とその解析方法について研究する学問である。薬物療法の基盤となる学問を薬理学という。生体に対して影響を与える化学物質を薬物と総称する。臨床で用いられる治療薬は薬物の一部である。薬物が生体に対して及ぼす作用を薬理作用という。 薬理学において薬理作用のメカニズムを研究する学問領域を薬理器学という。薬物は分子であり生体内の分子と相互作用して作用を表す。薬物が結合する生体内分子を受容体と総称する。したがって薬理作用は薬物と受容体の分子間相互作用から始まる。特に治療薬の場合は 最終的に個体において十分な効果があるかどうかで判定される。このことから薬理学では分子レベルの薬物の作用が個体レベルに反映されるまでの細胞レベル、組織レベル、そして臓器レベルでも薬理作用を理解する必要がある。一方、薬物を個体に投与して期待する効果を得るためには薬物をどれくらいの量、 いつ投与をすれば良いかを決定する必要がある。蛍光投与か、静脈注射か、それとも、経費投与かなどの投与方法も判断しなければならない。したがって、投与した薬物が体内にどのように吸収され、核臓器や組織に分布して、どのくらいの速さでどこから排泄され、標的部位にどのような時間経過で到達するのかを理解する。 必要はある。このような薬物の生体内動態に関する薬理学の領域を薬物動態学という。これは生体が薬物に対してどのような作用を及ぼすかを研究する学問領域と言える。薬理器学的作用に個体差があるのと同様に薬物の生体内動態にも個体差があり、これも薬理作用の個体差が生じる原因となっている。また、 薬物を標的とする組織に効率よく相達させる薬物相達システムについても開発が進んでいる。薬物動体学では薬物の生体内動体を吸収、分布、代謝、排泄の4つに分けて分析をする。この4つの頭文字を取りアドミと言われる。薬物は全身の様々な部分から投与される。 全身的な作用を期待して投与された薬物は、投与された部位から全身循環に移行し、その後、作用発現部位に到達する。このように血管外に投与された薬物が、全身循環に到達する過程を吸収という。例えば、蛍光製剤が投与された場合には、その製剤は、消化管内で崩壊し、製剤中の薬物は主に小腸から吸収され、 血液中に入る。また、非蛍光投与では、薬物はまず投与部位に近い末梢血管中に到達する。バイオアベイラビリティ薬物の吸収の指標としては、バイオアベイラビリティが知られている。血管外に投与された薬物は一旦、全身循環血中に入り作用部位に到達する。そのため、循環血中の薬物濃度が、薬物の作用を反映すると考えられる。 血管外に投与された薬物は吸収されて血中に入るが、投与された薬物のすべてが血中に入るわけではないことから、投与された薬物のどのくらいの割合が全身循環血中に到達したかが、薬物の効果を考える上で重要となる。この血管外投与された薬物が全身循環血中に入る割合をバイオアベイアビリティという、静脈注射した場合、 定義上、バイオアベイラビリティは1になる。またバイオアベイラビリティは、生物学的同等性を示すときに用いられることがある。二つの医薬品が同等であると確認する方法の、一つは二つの医薬品の有効性や安全性を確かめることである。このことを治療学的同等性という。もう一つの同等性を確認する方法は二つの医薬品間で、 バイオアベイラビリティの量と速度が等しい場合に、生物学的同等性を示しているという。生物学的同等性が得られていれば、新規医薬品の有効性や安全性は新たに、臨床試験を実施しなくとも、既存の医薬品と治療学的に同等であるとみなす、ことができると考えることが、科学的かつ合理的であるとされている。既存製剤の処方や顔料を変更する場合、 財形を変更する場合、後発医薬品などについて、生物学的同等性試験について、ガイドラインが出されている。初回通過効果傾向投与した薬物は、小腸上部で吸収され、門脈に入る。その場合は、消化管粘膜の上皮細胞において代謝される、場合がある。さらに門脈血から肝臓に入った薬物の一部は、肝臓により代謝を受けたり、 排泄されたりする。このように薬物が全身循環血に移行する過程で起こる消失のことを初回通過効果という。消化管上比の薬物代謝酵素発現量は肝臓よりも低く血流量も少ないため、全身クリアランスへの関与は少ない。しかし薬物が蛍光投与される場合は、消化管で吸収された薬物は、消化管粘膜を通過する。 消化管上皮には、主として、サイプ 3A 分小種が発現しているので、上皮細胞内に吸収された、サイプ 3A 基質薬物は、上皮内で一部が代謝を受け代謝を免れた薬物が、門脈に移行する。門脈に移行した薬物は、肝臓で、さらに代謝を受ける。つまり、蛍光投与された薬物は、消化管粘膜と肝臓で2段階の代謝を受ける。 消化管などの生体バリアを通過する場合は、軽細胞経路、または防細胞経路を通過する必要がある。投与された薬物が、軽細胞経路で、血管内に移行するには、生体膜を透過する必要がある。生体膜の構造は流動モザイクモデルにより、説明される。すなわち、このモデルでは、 脂質の極性の頭部が外側に位置し、疎水性の脂肪酸同士が向かい合う形で二重膜を形成している。そして二重膜の中に主々の機能を持つタンパク質が存在するという構造である。薬物が生体膜を透過する機構は輸送を推進する力の有無によって大きく受動輸送と濃度輸送に分けられる。受動輸送には トランスポーターを介する促進拡散とトランスポーターを介さない単純拡散が知られている。また、濃度輸送も一次性濃度輸送と二次性濃度輸送が知られている。また、タンパク質や多糖など高分子を輸送する機構では、生体膜が形態変化を起こしながら物質を輸送する膜動輸送があり、細胞外から細胞内へ取り込む場合をエンドサイトーシス。 細胞内から細胞外へ輸送する場合は、エキソサイトーシスと呼ぶ。吸収促進薬を用いることで、防細胞経路を制御することで、抗分新薬品を経重投与できるようになる可能性がある。薬物は目的により、様々な経路から投与される。投与経路により、吸収速度や分解の有無などが異なる。投与経路は大きく分けて、 蛍光投与と非蛍光投与に分けられる。また薬物が全身に作用することを目的とする場合は、全身投与といい、限局された部位のみに作用することを目的とする場合、局所投与という。蛍光投与、蛍光投与は最も基本的な薬物の投与経路である。多くの薬物は胃腸管粘膜からの吸収を目的にして、口から摂取される。 蛍光投与の利点は安全、勘弁かつ経済的であること。容量、財形を比較的自由に選択できること。繰り返し投与が容易にできることが挙げられる。患者の協力がなければ投与できないこと。意識障害、大き、嘔吐があるときは使用できないこと。投与した薬物が消化酵素によって分解されることがあること。吸収された後、門脈系を通り、 肝臓で分解されること、消化管内 pH の変化により吸収が変わることがある。薬物の結晶濃度が高まるまで戦時があるといった点が逆に制限となる。消化管からの吸収傾向投与の薬物の吸収に関係する消化管の部位は主に、小腸、大腸である。中でも通常の低分子化合物の薬品を傾向投与した場合は、 薬物の大半は、小腸上部から吸収される。蛍光投与される多くの低分子化合物が弱電解質であり、水溶液の状態では、非温型とイオン型が一定の割合で存在する。非温型は一般に、イオン型に比べ使用性が高いため生体膜を通過しやすい。使用性薬物が受動拡散によって吸収される場合、その吸収の程度は、 吸収が起こわなれる部位の面積、運動性、血液量、またはその部位に残留する薬物濃度などの要因によって規定される。小腸には臨場の膝の表面に重毛と呼ばれる無数の小突起が存在する。重毛の中には毛細血管やリンパ管が数多くあり、またその外側には炭素の上皮が存在する。上皮細胞の表面には さらに、微重網と呼ばれる小さな突起があり、ブラシ円膜と呼ばれている。このような構造から、象徴内イクルの表面積は著しく広くなっており、象徴を単なる円筒と考えた場合に比べ、微重網構造がある場合では、約600倍にも達する。さらに、象徴上部には、各種トランスポーターも多く存在する。これらのことは、 小腸上部からの薬物吸収が有利である理由とだと考えられている。胃は、小腸のような重毛構造がないため、表面積は大きくなく、吸収に有利な部位ではない。しかし、胃内の pH は1から3であるため酸性薬物は、ある程度吸収される。小腸下部や大腸では、薬物は、小腸上部で吸収されている場合が多く、 実際の吸収は少なくなる。また大腸では、小腸のような重毛構造を持たず、総表面積は小さい。しかし、小腸下部や大腸は、小腸上部よりも pH が高く、塩基性薬物はこれらの部位でもかなり吸収される。消化管における吸収に影響を与える、因子消化管における薬物の吸収に影響を与える因子には、 生理的な要因と薬物の物理科学的な要因が知られている。薬物の物理科学的な性質薬物の物理、科学的性質は薬物の吸収に大きな影響を与える。薬物の使用性や不可のほか、薬物の分子量や水素結合能、薬物の表面構造なども薬物の溶解性や膜透化性に影響し、 薬物の消化管からの吸収のしやすさを規定する。また、薬物の結晶圏や結晶竹などが吸収に影響を及ぼす。物理科学的な特性で最も重要なのは、溶解性と膜頭化性である。薬物の溶解性と膜頭化性のそれぞれの工程について4つに、クラスに分類するバイオファーマシューティックスクラシフィケーションシステムが提唱されている。 BCS において、クラス1の薬物は溶解性と膜透化性がいずれも高く最も良い吸収性を示すと考えられている。一方クラス4に分類される薬物はトランスポーターの基質にならない限り蛍光投与後の吸収性が最も悪く蛍光製剤としての開発は困難である。クラス1に属する薬物は高い溶解性と高い膜透化性を示す。 良好な蛍光吸収性が期待でき、個体間の吸収のばらつきが小さい。クラス2に属する薬物は、低い溶解性と高い膜糖化性を示す。薬物の溶解過程が吸収の立足となる。投与量と吸収率は比例せず、食後投与で吸収率が増加する場合がある。クラス3に属する薬物は、高い溶解性と低い膜糖化性を示す。 吸収部位での滞留時間が吸収性に影響する。またトランスポーターの寄与の割合が大きい場合がある。食後投与で吸収率が低下する場合がある。クラス4に属する薬物は低い溶解性と低い膜透過性を示す。蛍光製剤として開発するのは困難であり、投与量を増やしても血中の濃度が上がらない。吸収性の個体内、個体間変動が大きい。 生理的要因以内 pH や、以内用排出速度や、小腸滞留時間、食事や嗜好品は、蛍光製剤の吸収に影響を与える。以内 pH の変動は、薬物の溶解度や、溶解速度に影響を及ぼし、消化管からの吸収を変動させる場合がある。以内 pH は、食事や、併用薬物により変動することが知られており、 食事摂取後のいない pH は空腹時の pH1 から3から一時的におよそ5程度まで上昇する。胃酸分泌を抑制させる薬物などの併用は、いない pH を上昇させ、吸収に影響を及ぼす場合がある。加齢によっても、いない pH は上昇することが知られており、50歳以上の半数以上は、いない pH が3以上の無酸症あるいは、 低酸症状態にあるとされている。蛍光投与された薬物は、胃内で一旦滞留し、主な吸収部位である、小腸上部に移動するので、胃から小腸への移動時間は、吸収に影響を与える。この胃から小腸への移動速度を、胃内用排出速度という。ジャーマンは、個人差が大きい上に、様々な要因により、大きく変動する。体格や体位、妊娠。 精神緊張などが影響する。多くの薬物は胃の排出を抑制し、ジャーマンを低下させる。一方、生徒薬のメトクロプラミドはジャーマンを上昇させる。小腸に移行した薬物は、小腸の全動運動により、小腸下部へ移動する。そのため小腸に滞留する時間にも限りがあり、主な吸収部位が小腸である薬物では、吸収に、 有効な時間は2から4時間である。また、消化管の全動運動に影響を与える因子は、薬物の小腸滞留時間を変動させ吸収に影響する可能性がある。多くの治療薬は、消化管への刺激の低減や飲み忘れの防止などの観点から、食後に投与されることが多い。食事が吸収に及ぼす影響は一応ではなく、 ほとんど影響を及ぼさない場合から、吸収の遅れや低下が生じたり、反対に吸収が上がったりする場合もある。薬物療法を行う上では、個々の薬物に応じた考察が必要である。食事は一般にジャーマンを遅らせ、多くの薬物で吸収がゆっくりになる。高澱粉食、高脂肪食、高タンパク食は一般にジャーマンを遅くする。 高深糖圧はジャーマンを遅らせることから、濃厚なシロップなどの投与により、ジャーマンが著しく遅くなり、吸収が遅くなる場合がある。少量のアルコールはジャーマンを促進するが大量の、アルコールはジャーマンを遅くすることが知られている。テトラサイクリンやビスホスホネートのように食事成分と、直接、相互作用を起こし吸収が阻害される薬物がある。一方で、 使用性の著しく高い薬物では食後に投与すると食事中や食後に分泌される脂質や胆汁中の胆汁酸により溶解度が上がり吸収が増大する薬物があるトランスポーターにより吸収される薬物では食事中の成分とトランスポーターを競合し吸収の低下を起こすことがある蛍光ペニシリンや セファロースポリンなどは食事中のタンパク質とペプト1を競合し、吸収が低下することが知られている。非蛍光投与、非蛍光投与には、注射によるものとそれ以外のものに分けられる。注射によるものには、静脈内注射、筋肉内注射、皮下注射、皮内注射、動脈内注射、心臓内注射、腹腔内注射、蜘膜下口内注射などが知られている。 注射による投与が必要となるのは以下の5つの状況である。まずは薬物が蛍光投与では分解され活性がなくなる場合、消化管の閉塞、嘔吐などのため蛍光投与ができない場合、緊急時に血中の薬物濃度を急速に高める必要がある場合、輸液や輸血を行う場合、局所的に薬物を投与する場合が注射の必要な状況である。 その他の非傾向投与には、直腸内投与や、舌下投与、微粘膜投与、経費投与、吸入、局所塗布などがある。注射による非傾向投与の特徴は、薬理作用部位へ迅速に送達され、高いバイオアベイラビリティを示すこと、初回通過効果を回避し、消化管環境の影響を受けない点が長所である。短所としては、投与が不可逆であること、 主義に熟練した術者が必要とされ、感染や、頭痛のリスクがある点が挙げられる。臨床医学でよく用いられる、投与方法は、静脈内注射、筋肉内注射、皮下注射である。注射静脈内注射は、投与した薬物が、直ちに循環に入り、急速に、血小濃度を高めることができる投与法である。バイオアベイラビリティは1.0となる。 輸血や輸液には不可欠の経路である。また筋肉内注射や皮下注射と比べると大量の薬物投与が可能である。短所としては急速に血小濃度が高まるため望ましくない作用も急激に起こり得ること、側線、出血、感染などの危険を伴うことが挙げられる。静脈内注射よりも血症濃度の上昇は緩やかで皮下注射よりは急になる。 すなわち、静脈内注射と、皮下注射の中間的な速度で効果が発現する。また、油性や健濁性の薬物が投与可能である。短所としては、神経の損傷、筋甲縮、血腫、感染などの危険が伴うことである。クレアチンキナーゼなど、血液検査に影響を及ぼすこともある。血小濃度の上昇は、筋肉注射よりも遅い。 患者な効果発現を特徴とする投与方法である。油性や懸濁性の薬物が投与可能である。短所としては、少量の薬物投与しかできない点が挙げられる。蜘蛛膜下校内に薬が移行しにくいので、局所的に薬物を投与する目的で、蜘蛛膜下校内投与が行われる。血液脳関門をバイパスし、神経細胞に作用できる点が特徴である。 局所麻酔薬を用いた、脊椎麻酔や、白血病におけるメソトレキセートなど抗がん剤投与、脊髄性筋縮症におけるヌシメルセンの投与などで、用いられる。被害注射は、ツベルクリン反応検査や局所麻酔薬投与など、限定的な場合に用いられる。血管増影などの場合や、局所管流の場合に用いられる。薬物の全身投与には用いない。 実験動物に薬物を投与する場合に比較的多く用いられる経路である。臨床医学ではほとんど用いられない。腹膜管理も広い意味ではこれに当たる。その他直腸内投与は意識障害や嘔吐があっても投与可能な投与方法である。直腸下部からの吸収は、門脈系を介さず過大静脈を介して薬物が循環に入る点が、蛍光投与とは異なる。 肝臓を経由せずに、全身血流に薬物が吸収されるので、血中濃度の上昇が早く、初回通過効果を免れることができる。座薬や中腸液を用いて比較的大量の薬物を高濃度で投与することができる。直腸内投与の欠点としては、投与の刺激により、排便により排出されてしまうことがあること、下痢を起こしている患者には使用できないこと。 直腸から結腸部に薬剤が移動することがあり、吸収や初回通過効果の影響が変動しやすいことが挙げられる。高校粘膜からの急速な吸収を目的として投与する。舌下状、バッカル剤、スプレー剤が知られている。門脈系を介さず、上、大腸脈から循環に入り、吸収が比較的早く、初回通過効果を免れる。 食物による吸収の影響がない。かつては局所作用を期待した投与方法であるが、全身作用を目的とする投与部位として注目されている。消化酵素により分解される薬物の全身投与を目的として一部のペプチドホルモンなどが投与される。薬物を含む軟膏を皮膚に重複することによって、緩やかに薬物を吸収させ、作用時間を長くすることができる。 ホルモン製剤や、鎮痛薬の投与に用いられる。皮膚は、外表面から、表皮、神秘、皮下組織に分けられる。表皮の最も外側の角質層は、ケラチンのマトリックスと脂質によって満たされた、脂細胞からできており、物質の透過性が、極めて低い。そのため皮膚は、薬物の全身投与には不向きとされていたが、 十分に高い使用性を持つ一部の薬物では皮膚を介した受動拡散で皮膚から吸収される。初回通過効果を受けずに持続的な薬物投与が可能であり、かつ安全で簡便な投与が可能であるという利点を有する。機体気発性の薬物の投与に用いられる。吸入麻酔薬が代表例である。吸収は早い。薬物が 接触面に直接作用することを目的として、皮膚、または粘膜の表面に塗布して投与することを言う。この場合でも、投与面積が広かったり、投与量が多ければ薬物が、循環血液に入り全身作用を示す。薬物が血管内に投与された場合、あるいは血管外に投与された場合は吸収の過程を経て、いずれの場合でも薬物は、 全身循環に入る。そして、全身循環血中から、薬物は、血管外に出て、細胞外液である、組織管液や、細胞内液に移行する。分布とは、薬物がある部位から、ある部位へと移行することを言うが、一般に、薬物動態では循環血中から、体内の各組織への移行の過程を指す。薬物の作用は、 標的組織での濃度に依存するので、組織への分布量は薬効を規定することになる。すなわち、血液中の薬物濃度がいくら高くても、実際に組織へ分布した量が少ないと、薬理作用は小さくなる。一方、標的組織以外の組織への分布は、有害作用を生じる要因となる。作用部位である。 標的組織に選択的に分布し、それ以外の組織には全く分布しない薬物があれば、理想的であるが、今のところそのようなものは知られていない。薬物相達システムにおけるターゲティングは分布の性質の向上を目的としたものである。薬物の分布に大きく影響する因子の一つは、結晶タンパク質への結合である。その他の薬物の分布を規定する因子には、 薬物の物理科学的特性、蓄積、組織血流量、毛細血管の特性、並びに特殊輸送機構の存在などが挙げられる。分布溶石投与された薬物は、全身循環によって、各組織に運ばれて組織内に移行する。ここで体内にどれだけの薬物が存在するかを知りたい場合、体内薬物量を実測することは難しいので、通常は、 結晶中の薬物濃度を指標に推定することになる。そこで体内の薬物量と結晶中薬物の濃度を関係づける定数として分布溶石を考える。分布溶石は容量の単位を持ち薬物が結晶中の濃度と同じ濃度で均等に溶解していると仮定した時に薬物が分布できる体液の容量とみなすことができる。従って 分布容積は、物理的な容積ではなく、結晶中濃度から想定された定数であり、生理的容積と必ずしも一致しない。健康な成人の結晶量はおよそ3リットル、総細胞外液量は12リットル、全体液量は約36リットルである。血管外にほとんど分布しない薬物では、薬物は血管内にのみ分布し、その分布容積は、 結晶の溶石にほとんど等しくなる。一方、分布した、組織内の高分子に高い割合で結合するような、薬物の場合、薬物が分布している、体液量は同じであっても、組織内の薬物濃度は高くなり、その反対に、結晶中濃度は低下するため、分布溶石は、全体液容量よりも大きな値をとる。結晶タンパク結合の高い低分子化合物か、 分子量の大きな水溶性薬物などで血管壁を通過できない薬物と考えられる。エヴァンスブルー、インドシアニングリーン、ヘパリン、デノスマブが該当する。浸水性が高く血管から容易に組織に移行するが、組織の細胞内へは移行しない薬物や、血小蛋白の結合が強く組織中の結合がわずかである薬物と考えられる。ゲンタマイシン、アミカシン、 バループロ酸、ワルファリンが該当する。血液中でも組織中でもほとんど高分子と結合しない薬物や結晶蛋白への結合は強く、組織中の結合がわずかの薬物であると考えられる。アルコール、イソプロピルアンチピリン、クリンダマイシンが該当する。組織内での結合率が結晶中の結合率よりも高く、組織中に蓄積される薬物と考えられる。 モルヒネ、プロプラノロール、ジゴキシン、アジスロマイシン、アミオダロンが該当する。薬物分布の速度とコンパートメントほとんどの薬物は循環血中から体内の他のコンパートメントに分布する。薬物を静脈内注射した場合、薬物は血管から他の組織に分布するのに伴って血晶中薬物濃度は急激に低下する。この投与後から 臓器や組織への分布が完了するまでを分布症と呼ぶ。この急速な薬物濃度低下に引き続き、緩やかな濃度の低下が観察される。これを消失症といい、ここでは薬物の体内からの消失と結晶中濃度の低下に伴い一旦組織に分布した薬物が血液に戻り体内に拡散する。結晶パク質結合血管内に入った薬物が 毛細血管から血管外へ移行する場合、内皮細胞を通過するか、血管内皮の膜症候を通過するかの経路が考えられる。血管内皮の細胞間隔がかなり大きいことから、分子量が1000を超える薬物でなければ、水溶性の高い薬物であってもほとんどの組織に分布できる。しかし多くの薬物は、タンパク質と結合して、血小中を循環している。 この場合、タンパク質と結合した薬物は、血管外に分布できないため、組織へ移行できるのは、タンパク質と結合していない薬物である。タンパク質と結合している薬物を、結合型、結合していない薬物を非結合型と言い,い、それらの割合をタンパク結合率と呼ぶ。そして、薬理作用を発揮するのは、タンパク質と結合していない非結合型の薬物である。 そのことから薬物療法を考える上でタンパク結合は一つの主要な因子である。アルブミンは結晶中に最も多く存在するタンパク質でほとんどの場合薬物は結晶中でアルブミンと結合すると考えられている。その結合は水素結合ファンデルワールス力による結合イオン結合などが関与すると考えられ一般的には 可逆的である。また塩基性薬物では、α1 酸性糖タンパク質とも結合する。非結合型の薬物が生体内変化を受け、排泄されると、結合型のものから有利して出てくるように結合型と非結合型は動的平行であり、結合型は薬物の貯蔵庫としての役割を担う。結合型は人子球体でもろ過されにくい。理論的には、 結晶タンパク質に結合する2つ以上の薬物の同時投与は非結合型薬物の予想以上の血中濃度に繋がる可能性がある。しかし非結合型薬物が増えると排泄される薬物も増えることから臨床的に意味のある相互作用を実証することは困難である。組織血流量組織血流量の違いは分布速度に影響を及ぼす場合がある。 血流の多い臓器である腎臓、肝臓や肺などへの薬物への分布は早く、一方、皮膚や脂肪固有組織などの血流の少ない分布はゆっくりで、ある。蓄積薬物の器官及び組織への分布は、必ずしも一様ではない。特殊な器官または組織へ蓄積する場合がある。例えばある器官が薬物に対して親和性が高かったり、 濃度輸送の基準が存在する場合には、その期間に薬物が選択的に分布する。例えば、用ドは濃度輸送により、甲状腺に蓄積する。また、使用性の薬は、脂肪組織に選択的に取り込まれるため、脂肪組織への蓄積は、結晶タンパク質結合と並んで薬物の貯蔵庫の役割を果たす。静脈麻酔薬のチオペインタールは、 中枢神経に急速に移行し、薬理作用を表すが、同時に死亡組織に取り込まれ、血中濃度は急速に下がる。反復して適用すると、死亡組織への蓄積が大きくなり、死亡組織より有利した薬物が作用するようになる。このような現象を薬物の再分布という。薬物の物理科学的性質薬物の物理、科学的特性も、 薬物の分布に影響する。一般に分子サイズの大きな薬物の分布は制限されるが、通常の組織では、毛細血管の血管内皮細胞は非常に大きい細胞間隔を持っているため、分子量が1000以下の薬物であれば、極性が高く水溶性のものでもかなり組織へ移行する。 末梢の毛細血管を通過した薬物は、水溶性の薬物では組織の細胞間液に分布し、使用性の薬物では細胞膜を透過し細胞内液にまで分布する。そのため薬物の使用性は分布に影響する。さらに組織内で薬物は受容体などの特異的なあるいは非特異的な生体高分子に結合するため、組織内での結合率も 薬物の分布に影響する。タンパク質医薬品や核酸医薬品など高分子医薬品は体内分布では低分子薬物とは異なるいくつかの問題が存在する。高分子医薬品においても循環結中から組織への分布は薬効を得るために重要である。しかし、高分子医薬品では組織に分布するのみでは不十分で、 その後の細胞内さらに標的となる細胞内組織に相達されなければならない。このために様々な薬物相達システムが研究されている。トランスポーター臓器への分布は多くの場合、受動的な膜透化性によるが、トランスポーターの存在も薬物の分布に大きな影響を与える。例えば、パーキンソン症候群の治療薬のエルドーパの脳への移行は、 アミノ酸、トランスポーターであるラット1によっている。逆にシクロスポリンがその使用性の割に脳へ分布しにくいのは、P 等タンパク質というトランスポーターにより通過した薬物が再び組み出されているためであると考えられている。血液脳関門と血液脳脊髄液関門の上の薬物以降には、血液脳関門と血液脳脊髄液関門の2つの経路が知られている。 BBB の表面積は BCSFB に比べて5000倍も大きいことから薬物輸送経路としては BBB の方が優れている。さらに BBB を構成する脳毛細血管は脳内を網目状にめぐっていることから BBB を通過した薬物は脳神経細胞に到達しやすい。一方、BCSFB を構成する脈絡層を通過した薬物は 脳脊髄液中に移行した後、CSF と共に常脈に移行する。標的部位の脳神経細胞へ到達するには、常脈へ移行する前に、細胞間液中を拡散する必要があるが、脳脊髄液中から遠い部位への移行は著しく、制限を受ける。特に分子量の大きいタンパク質薬品や、拡散薬品は、拡散による移行はほとんど期待できない。 血液体板関門と体児抗血液体板関門は血液脳関門のような厳しい関門性はない。生体内に取り込まれた薬物はそのままの形で排泄されることもあるが多くの場合は生体内変化を受ける。この過程を代謝という。代謝は2段階で進むことが多い。第1小反応では酸化還元、加水分解、脱網の化、 脱アルキル化などにより多くの薬物は不活化される。第二小反応は、グルクロン酸包合やグリシン包合など、包合反応であり、これにより薬物代謝物の水溶性が増して、排泄されやすくなる。薬物の生体内変化により活性のある薬物が、不活性化されるだけではなく、不活性の薬物が活性化されたり、活性のある薬物が、 他の活性のある薬物に変わるという三つのパターンがある。生体内変化を受けて活性を持つようになる薬物をプロドラッグという。これらの生体内変化には主として肝臓にある薬物代謝酵素が重要な働きをしている。これらの酵素活性には種差しがあることがあり、生体内変化に関する動物実験の結果を そのまま人に適応することを難しくしている。第一小反応で特に重要なのは消化管上皮細胞及び肝細胞の小胞体膜上に存在するシトクロム P450 である。この酵素はヘムタンパク質であり波長450ナノメートルに最大急高度を持つためにこのように命名されている。サイプはナドフサイトクローム P450。 オキシダロダクタスと共同し、分子酵素とナドフを機質として、薬物の第一小反応を触媒する。サイプは人では57種類のアイソザイムからなる遺伝子ファミリーを形成しており、サイプ1、サイプ2、サイプ3が重要な働きをしている。サイプアイソザイムはそれぞれ一定の機質特異性があり、いくつかの薬物を機質とする。中でも、 発現量が多く気質の種類が多いのが、サイプ 3A4 である。サイプ 3A4 は、ニフェジピン、ベラパミル、シクロスポロン、タクロリムス、アトルバスタチン、ミダゾラム、リスペリドンなどを気質とし、グレープフルーツジュースや、クラリスロマイシン、ボリコナゾールやケトコナゾールが、阻害薬である。サイプ以外に第一小反応に関与する酵素は、 フラビンガニルモノオキシダーゼやカルボキシエステラーゼ、アルコール代謝経路に関係する酵素、キサンチン酸化酵素、モノアミンオキシダーゼなどが挙げられる。第二小反応では方合反応が主に肝臓で起こる。UDP グルクロン酸定位酵素や硫酸定位酵素、グルタチオン S 定位酵素、N アセチル定位酵素、メチルテニー酵素が関与する。排泄は、腎臓。 肝臓の他護肺、乳腺、大気腺、肝腺などからも起こる。ほとんどの薬物や薬物代謝物は腎臓及び肝臓からの単重排泄で体内から排除される。腎臓からの薬物の排泄は糸球体でのろ過、尿細管からの分泌、尿細管での再吸収によって決まる。子球体ろ過は子球体毛細血管を介するが、ろ過の障壁になるのは 内皮細胞、基底膜、スリット膜、上皮細胞である。この透過性は、通常の毛細血管と比べると極めて高い。透過基準は静水圧と、硬質浸透圧の差による、いわゆる限界露化であり、露化量は、溶質の大きさと過電状態によって決まる。透過する物質の大きさは7から10ナノメートル程度で、分子量は、約5000のイヌリンは、 容易に透過するが、分子量約7万のアルブミンは、ろ過が制限される。子球体での薬物ろ過は、結晶タンパク質の結合度と、糸球体ろ過量によって決まる。多くの薬物は、アルブミンとの結合率が高く、糸球体で、ろ過されるのは有利の部分があるになる。金医療細管では、薬物は、有機アニオン輸送系あるいは、 有機化地を輸送系を介して尿中に尿細管分泌される。結晶から尿細管内腔までには尿細管の規定外側膜と管空側膜の2枚の細胞膜を通過する必要があり、そこに発現するトランスポーター群が輸送を担っている。同一のトランスポーターにより輸送される薬物の分泌は相互に拮抗する。 例えば、有機アニオン輸送系はプロベネシドにより、有機カチオン輸送系はキニジンにより、競合的に、喫光される。また、使用性薬物は、糸球体でろ過された後に、尿細管細吸収が起こる。肝臓で代謝された薬物のあるものは、単汁として腸管に排出される。有機アニオンと、有機カチオンの排泄を行うトランスポーターや、ABC 輸送体が存在する。 肝動から排出された薬物が長官で再び吸収される場合がある。これを長官循環という。これにより薬物の排泄が遅延し半減期が延長する。薬物投与から一定時間後の薬物血中濃度を理論的に計算し予測することを目的とした学問である。血中濃度の予測は臨床における薬物投与計画の作成や 医薬品の研究開発などにおいて重要である。DDS とは薬物を作用部へ選択的かつ望ましい薬物濃度時間パターンのもと相達することを目的とした新しい投与システムである。DDS は放出の制御、吸収の制御、標的指向性の制御に分類できる。薬物の放出制御は コントロールドリリースと言われ、製剤からの薬物の放出を制御することで必要な、時に必要な量の薬物を供給するための技術である。この概念は、A. ザーフォーローネによって1968年、米国で設立された、アルザ社において開発された、情報制御製剤や、経費吸収型製剤に由来する。蛍光情報化製剤。 経費吸収型製剤のほか粘膜適応型放出制御製剤、注射型放出制御製剤などが知られている。経口投与された薬物が薬効を発揮するためには、消化管から吸収され、消化管内や肝臓で代謝を受けずに、循環血液中に移行することが必要となる。しかしながら、薬物の中には、難吸収性の薬物や、 消化管や肝臓で速やかに代謝を受け分解される薬物も多い。薬物吸収を改善することを目的とした DDS としては吸収促進薬、タンパク質分解酵素阻害薬といった添加物の利用、プロドラッグ化など薬剤の分子構造修飾、薬物の在径修飾などが挙げられる。なお、薬物の分子修飾や在径修飾は 薬物の吸収だけではなく薬物の分布も変化する場合がある。添加物の利用添加物の利用としては、吸収促進薬や、タンパク質分解酵素素外剤が利用される。吸収促進薬は、難吸収性薬物の吸収を改善するために、消化管の粘膜等火性を一過性に上昇させる薬物である。界面活性剤、単純酸塩、キレート剤。 脂肪酸、細胞膜糖化、ペプチド、キト酸オリゴマー、クローディンモジュレーターなどが開発されている。また、消化管内で分解されやすいインスリンなどの生理、活性ペプチドは各種消化酵素やタンパク質分解酵素により分解される不安定なものが多い。これらの吸収を促進するためにタンパク質分解酵素阻害薬が有効である。 薬物の分子就職薬物の分子就職では、プロドラッグが最も知られている。プロドラッグは1958年に AR ベルトによって提唱された概念である。作用が基地である親化合物の誘導体であり、それ自身の薬効はないか、あるいは親化合物に比べて低く、体内で、酵素的あるいは科学的に親化合物に変換されるものと定義されている。 プロドラッグは吸収性の改善、作用の持続化、標的組織への選択的移行性、毒性や副作用の軽減、水溶性の増加、安定性の向上、まずい味やじや匂いのマスキングなど様々な目的で使用される。薬物の在系就職微粒子キャリアを用いて在系就職する場合がある。標的指向性はターゲティングとも言われる。19世紀末に ドイツの細菌学者であるパウル・エールリヒが魔法の弾丸という概念を提唱した。この概念は薬物の標的指向性を高めることで選択毒性を生み出すものであり、標的は細菌など外来微生物であった。一般に生体内に投与された薬物のうち作用部位まで到達する割合はごくわずかである。そこで標的部位に指向する性質を薬物に与えて、 標的部位に選択的に薬物を送達し、薬理効果を発現させようという標的指向性が必要となる。3種類の毛細血管を示す。連続型毛細血管が毛細血管で最も一般的なタイプであり筋組織、皮膚、結合組織、肺、外分泌腺、胸腺、神経組織などに存在する。連続性毛細血管では、 分子量1桁以上の水溶性分子はほとんど透過しない。有層性毛細血管は、腎臓、腸管、脈絡層、内分泌腺など組織と血液管での迅速な物質交換を必要とする臓器で見られる。穴の小道は50から80ナノメートル程度である。非連続性毛細血管は、肝臓、脾臓、一部の内分泌器官、骨髄などで見られる。 非連続性毛細血管では、計1マイクロメートルを超えるものから、50ナノメートルほどの小さい穴まである。高分子薬品は、従来の低分子薬品と比較して、体内動体を支配する要因が大きく異なっており、吸収、分布、代謝、排泄など体内動体特性も、極めて特徴的である。 消化管から吸収されないことも高分子薬品の薬物動体学において重要な特徴である。一般的に高分子薬品は分子サイズが大きく極性を持つことから使用性が高い低分子薬品のように受動拡散によって生体膜を通過することはできない。一方、上皮細胞の強細胞輸送ルートとしてピノサイトーシスと呼ばれる 細胞外液を消耗に取り込む際に、外液中の物質も同時に輸送する経路があるが、その量は極めて少ない。さらに多くのタンパク質医薬品は、消化管内で多様な消化酵素や、タンパク分解酵素によって速やかに分解される。それゆえ、例えば天然型インスリンの場合、蛍光投予後のバイオアベイラビリティは0.1%以下である。大腸は、 いや、小腸と比べると酵素による、タンパク分解酵素の活性が弱いとされており、大腸からは、タンパク質医薬品の消化管吸収が、動物実験レベルでは可能であるが実用レベルでは、ない。パイエル板に存在する M 細胞は極めて高い系、細胞輸送能があるため、高分子医薬品のリンパ系を介した、消化管吸収ルートとして注目されている。 実用レベルでは抗分子薬品は、経口投与不可能なため、2017年現在では、静脈注射や、皮下投与や、筋肉内投与で抗分子薬品は投与される。皮下投与や、筋肉内投与された、抗分子薬品は、主に毛細血管への拡散とリンパ関係を介した、輸送の、量経路より、血液中に移行すると考えられている。 目安として16ケダ以下の低分子量の場合は、主に皮下管室内を拡散により通過し、毛細血管に到達するのに対して、16ケダ以上の高分子量の場合は、皮下管室の細胞間隙を抜けて、規定膜がなく、細胞間隙が大きなリンパ関係に入ると考えられている。リンパ液の流速が遅いこともあり、皮下、筋肉内に投与された。 高分子医薬品の吸収は、完除で、半減期も、比較的長いことが多く、単会常脈内投与するよりも、持続的に高い血中濃度を維持することができる。非可投与された、高分子医薬品のバイオアベイラビリティは50から100%と、高い。使用性の高い低分子医薬品の場合は、血液から、組織細胞へ容易に、膜糖化により高出来。 かつ組織内タンパク結合性も高いことから分布溶石は組織の滋溶石を上回るなど比較的高値を示すことが多い。また、水溶性が高く容易に膜透過ができない薬物であっても膜上に発現する一連の薬物トランスポーターの基質となる場合は臓器選択的な分布が見られることもある。しかし、高分子薬品の場合は 細胞膜の拡散による透過やトランスポーターによる輸送はほぼ期待できず、臓器への移行のメカニズムは大きく異なっている。まず、高分子薬品の血液から組織の細胞外液スペースへの移行は臓器により著しく異なる。これは毛細血管の構造に由来すると考えられている。高分子薬品の薬物動体学の最も重要な特徴は、 毛細血管の透過性の制限があるため、不均一な体内分布を示すことが挙げられる。肝臓、脾臓や骨髄のような規定膜のない非連続性、毛細血管を持つ臓器では、分子量で100桁くらいまでの高分子は、比較的容易に移行できる。一方、脳や筋肉や皮膚など、連続型毛細血管を持つ臓器では、 分子量1くらい以上の水溶性分子はほとんど移行しない。その中間にあたる有層性毛細血管を持つ小腸や腎臓では分子量が比較的大きいものでもゆっくりであるが移行する。有層性毛細血管では計50から80ナノメートルの穴、または窓が開いている。一方、一部の血液から細胞外液スペースへの移行並びに 細胞外液スペースから組織細胞内への移行には複数の輸送経路が存在する。受容体解在性エンドサイトーシスは薬効標的となる細胞表面の受容体に高分子薬品が選択的に結合、もしくはヘパラン硫酸プロテオグリカンのような気質選択性の低い膜タンパク質に非選択的に結合した。 複合体が細胞内に消耗として取り込まれる現象である。特に標的受容体を介した輸送は、組織選択的な高分子医薬品の移行に寄与している。これは、受容体を必要とすることから、高分子医薬品の濃度依存的な組織取り込みの飽和が観察される。一方、非選択的かつ非飽和の高分子医薬品の組織取り込み機構としては、 マクロファージや探求、高中球の限られた種類の鈍色能を有する細胞によるファゴサイトーシスや多くの細胞で見られるピノサイトーシスが挙げられるが、その高分子医薬品の組織移行への寄与は量的に見て限定的である。したがって、高分子医薬品においては一部需要大会財政エンドサイトーシスによる組織選択的な移行はあるものの、 上脈内投与後の全身レベルの分布溶石は、ほぼ結晶容量もしくは、結晶容量、細胞外スペースの溶石程度であることが多い。代謝、排泄に関して、クリアランスとしてまとめて述べる。低分子薬品のクリアランスは主に代謝酵素による、物質交換と薬物トランスポーターによって制御されるのに対し、高分子薬品はこれらの機質とはならず全く、 異なった気候により体内より消失する。高分子薬品の主なクリアランス機構としては結晶中や組織表面に存在する分解酵素による代謝、エンドサイトーシスによる細胞内への取り込みとそれに続くリソソームへのソーティング、分解酵素による代謝、さらに腎臓による排泄が関与する。さらに抗体薬品については ネプネータル FC 受容体との細胞内結合を介した分解抑制、リサイクリング促進効果なども体内動態を考える上で考慮すべき要因となっている。血液中や組織表面の分解酵素による代謝血液中には複数の可用性のペプチド分解酵素が存在すると、ともに肝臓や腎臓など複数の臓器にはアミノペプチダーゼやガンマ、 グルタミルトランスペプチダーゼのような膜結合型で、細胞外に触媒部位を有する分解酵素が、複数存在している。したがって、タンパク質医薬品の場合は、これらによる代謝が、血中安定性、効果の持続に影響を与えうる。高分子タンパク質の場合は、分解酵素による代謝を受け、速やかに、生物活性を失うものは、多くない。しかし、 低分子ペプチドにおいてはこれらの代謝が速やかな消失を支配している事例が知られている。速やかに消失する低分子量ペプチドとしてはアンジオテンシンやソマトスタチンが知られている。ソマトスタチンは14アミノ酸からなる感情ペプチドであるが分解酵素による代謝の影響で半減期はわずか数分である。 ソマトスタチンの構造を8アミノ酸に短縮し、一部のアミノ酸を L アミノ酸から D アミノ酸に変換したオクトレオチドを作ったところ、ソマトスタチンの生理活性を維持しつつ、分解酵素の代謝を逃れ、血中半減期を90分まで延長することに成功した。細胞内への抗分子医薬品の取り込みと分解抗分子医薬品は、 血中速度が比較的早い臓器である肝臓や腎臓における代謝により体内から消失するケースが多く見られる。高分子医薬品の消失メカニズムとしては、上述した血中、組織表面の分解酵素による分解に加えて細毛内皮系に属するマクロファージや探求など異物の鈍色能を有する細胞群による人食い的な取り込みや 高分子医薬品の薬効標的となる受容体解在性エンドサイトオシスによる内在化の後、受容体との複合体を形成した状態でリソソームへソーティングされる選択的な分解機構が関与している。例えば、上皮成長因子や肝細胞増殖因子は共に肝臓に発現するそれぞれの受容体が薬効標的となるが、これらは同時に クリアランス受容体としても働き、リガンドマイナス受容体複合体が内在化すると一時的に細胞表面の受容体数が減少することにより次に来たリガンドのクリアランスが低下する現象も見られる。また、細胞表面への吸着やヘパラン、硫酸プロテオグリカンのような非選択的な細胞内取り込みを介した分解機構も存在する。これらは 前者と比較すると飽和しにくいが、そのクリアランスの絶対値は小さいことが多い。したがって、リガンドが低濃度の時は、需要体解在生エンドサイトーシスが主な消失機構であるが、高濃度になるにつれて、前者の飽和に伴い、後者のような非飽和性の消失機構がメインになることもあり得ることが示されている。後者の場合は、 肝取り込みは高分子医薬品の電下にも影響され、静電下を有するものは中性、または不電下を持つものに比べて血中からの消失が早い。1 0ナノメートル以上のサイズになると、肝臓や肺などに存在する鈍色細胞によって認識されやすくなる。核酸薬は高分子としての体内動態を示すが、リン酸基に由来する不電下が連続するポリアニオンであることから、 ポリアニオンに対する取り込み活性が高い肝臓に速やかに取り込まれる傾向がある。腎臓からの排出高分子化合物の尿中排出には代謝と異なり、種差しがほとんどないとされている。高分子医薬品の多くは、その分子量に従い、直接、または代謝により低分子化された後尿中に排泄される。子宮体における、 高分子医薬品のろ過による除去効率は分子サイズと電化が密接に関係している。分子量が4桁以下のもの、あるいは5ナノメートル未満のサイズは糸球体でほとんどがろ過されるに対して分子量が30桁を超えると子球体濃過率は著しく低下する。子球体濃過率は分子量が大きくなるにつれて低下し、同じサイズならば不電化はろ過されにくい。 サイトカインなどの比較的分子量の小さいタンパク質の場合には人子球体色化を受けることで速やかに消失することから血中体流性の増大を目的に他の高分子で就職された誘導体が開発されている子球体色化された比較的低分子量のタンパク質は大部分が筋医療細管において受容体介在性エンドサイトーシスもしくは 吸着性エンドサイトーシスによって、細胞内に内在化された後、リソソームなどで分解され、アミノ酸となり、生体内で再利用されることが多い。例えば、LDL 受容体ファミリーに属する LRP には、尿細管管空側に高発現しており、エンドサイトーシス受容体として、タンパク質やペプチドを受容体介在性エンドサイトーシスにより取り込む。 アミノグリコシド系抗菌薬やミオグロビンなどの尿細管への取り込み、蓄積と毒性の発現の原因となっている。抗分子薬品では、細胞膜やオルガネラ膜も大きなバリアとなる。抗分子薬品の細胞への取り込み、エンドソーム脱出、オルガネラへの分布に関して述べる。細胞への取り込み高分子薬品の細胞への取り込みは、エンドサイトーシスと呼ばれる。 細胞自身が有する高分子取り込み機構が利用される。エンドサイトーシスにはクラスリン経路、カベオラ経路、マクロピノサイトーシス、トランスサイトーシスなどが知られている。免疫細胞にはファゴサイトーシスと呼ばれるマイクロメートルのサイズの粒子を取り込み機構があるが、免疫細胞以外は行うことができない。クラスリン経路は コレステロールの細胞内取り込み機構として知られている。コレステロールは LDL という直径22ナノメートルの粒子として LDL 受容体を介したエンドサイトオシスにより細胞内に取り込まれる。細胞内在時に症法がクラスリン分子によって包まれる。エンドサイトオシス症法は選別の場である初期エンドソームに融合する。初期エンドソームの感情部分は 消法として出がし、直接、または回収エンドソームを介して、積み荷を細胞膜へ戻す。初期エンドソームは、黄胞体を経て、後期エンドソームに成熟する。分解される、膜タンパク質は、口内消法に取り込まれる。リソソームに融合して消化が起きる。エンドソームの成熟の、各段階は、トランスゴルジモーととながっており、 新たに合成されたリソソームタンパク質が供給される。クラスリンを介さないで内在化するエンドサイトーシスとしてカベオラが知られている。カベオラはほとんどの細胞の細胞膜に存在し深く貫入したフラスコ状のへこみである。カベオラは脂質ラフトから作られカベオリンという膜内在タンパク質が膜の湾曲を安定化している。カベオラは内在化すると 初期エンドソームへ、あるいはトランスサイトーシスすることが知られている。クラスリンを介さないエンドサイトーシス機構であり、ほぼすべての動物細胞で見られる。マクロピノサイトーシスは、増殖因子やインテグリン、アポトーシスを起こした細胞の残骸や一部のウイルス、などの特異的リガンドなどによる、細胞表面受容体の活性化に応じて誘導される。マクロピノサイトーシスは、 分解専用の経路で、後期エンドソームや、エンドリソソームと融合しリサイクルはしない。極性を有する上皮細胞や内皮細胞は、トランスサイトーシスという輸送経路が存在する。エンドサイトーシスされると識別エンドソームに行き、そこで、振り分けが行われる。分解経路では、後期エンドソームを経て、リソソームと融合する。トランスサイトーシス経路では、 回収エンドソームを経てトランスサイトオシスされる。エンドソーム脱出エンドサイトオシス後の細胞内、輸送経路は、リソソームとの融合、リサイクリング、トランスサイトオシスなどのネットワーク機構で制御されているが規定路線は、リソソームとの融合である。したがって、リソソームでの分解を回避するために、エンドソーム脱出は不可欠である。膜融合や、 膜破壊などのメカニズムが知られている。エンドソーム内の酸性環境を通し脱出する技術などが知られている。オルガネラへの分布核やミトコンドリアなどのオルガネラへ分布するためには膜の通過が必要である。特に核膜は分子量6万以上、または直径40ナノメートル以上の分子は受動拡散では核膜を通過できない。 高分子医薬品のドラッグデリバリーシステムでは、下記のようなものが知られている。吸収や分布の制御高分子医薬品の吸収や分布を変更する方法論として、吸収促進薬などの添加物を利用する方法、薬剤の分子構造就職、薬剤の在券就職といった方法がある。吸収促進薬の利用単重酸お及びカプリン酸。 などの脂肪酸及び脂肪酸誘導体が強力な吸収促進作用を有することは1980年代から広く知られている。臨床応用としてアンピシリン及びセフチゾキシムの小児用座薬にカプリン酸ナトリウムが用いられた例がある。これは唯一の吸収促進薬の臨床応用である。吸収促進効果が強い吸収促進薬は 粘膜障害が強い傾向があり、開発が困難であった。吸収促進薬の作用基準は、タイトジャンクションの開口作用あるいは、吸収細胞膜の脂質に分子膜の拡乱作用が、提唱されるが未だに定説には至っていない。細胞膜透過ペプチドや、タイトジャンクションモジュレーターなど、新しいタイプの吸収促進薬も開発されている。吸収促進薬は従来、 消化管吸収経路に用いられてきたが、近年は、警備、警配、高校直腸経費など各種粘膜吸収経路のほか、血液脳管門の通過技術としても利用される。薬剤の分子構造就職吸収促進薬を利用する場合は、対象薬物以外の人食い的な物質が通過するため副作用が懸念される。 そのため薬物の分子構造自体に何らかの就職期によって化学就職することがある。この方法は事業例も多くアンピシリンのプロドラッグであるピワンピシリンやタランピシリンなどが知られている。よく用いられる化学就職は脂肪酸就職、糖就職、単重酸就職、ジペプチド化、トランスフェリンによる 就職、細胞膜糖化ペプチドなど塩基性アミノ酸による就職がある。糖就職では、グルコーストランスポーター、単重酸では、単重酸、トランスポーター、ジペプチド化では、ペプチドトランスポーター1を利用しトランスサイトーシスの基礎で吸収を促進すると考えられている。薬物の在系就職微粒子キャリアを用いて、在系就職する場合がある。 標的指向性の制御薬物に、生体内で、標的部位に指向する性質を与えることを、標的指向性の制御あるいは、ターゲティングという。生体機能を積極的に利用する試みを、能動的ターゲティングといい、生体内のひとい的な物質輸送の特性を、受け身的に利用する場合は、受動的ターゲティングという。ターゲティングには特定の物質とのコンジェゲートする。 場合と微粒子キャリアを用いる場合がある。特定の物質とのコンジェゲート抗体、リガンド、細胞膜糖化ペプチドあるいはポリエチレングリコールや糖鎖などを結合してターゲティングを行うことができる。ガラクトースあるいはマンノースを有する抗分子、微粒子がそれぞれ肝細胞に発現する。アシアロ糖タンパク質、レセプター、クッパ細胞及び類動内皮細胞に発現する。 万能スレセプターを介して特異的に取り込まれる現象を利用して、これらの細胞に薬物ターゲティングが可能である。ポリエチレングリコールで化学収縮することを PEG 化という。インターフェロンアルファー、アスパラギナーゼ、下流球コロニー刺激因子などで肝臓、腎臓の代謝、排出を抑制し、生体内半減期を大幅に延長した。膜ーカペプチドは、 細胞内に導入したい、高分子と結合させることで高分子を細胞内に導入させる、機能のあるペプチドのベクターである。代表的な膜透過性、ペプチドベクターとしては、HIV のタットタンパク質のアミノ酸、配列48から60位に対応する、ペプチド配列や、オリゴアルギニンなどの塩基性アミノ酸に富むもの、ドロサーフィアのアンテンナペジやタンパク質、 由来ペプチドなどの塩基性部分と素水性部分を有する良心媒性、ペプチド、神経ペプチドギャラニンと、八毒マストレプレンのキメラペプチドであるトランスポータン、あるいはその短縮系である TP10 など素水性配列に若干の塩基性配列を含むペプチドなどが挙げられる。特にタットペプチド、オリゴアルギニン、ペネトリタンがよく用いられる。タットペプチド、 グリゴアルギニンでは、アルギニンのグアニジの元が、膜透過の本質を担っていると知られている。そのため、グアニジの元を有するベータペプチド、ペプトイド、カルバメートなど天然アミノ酸以外のポリマー、直射構造を持たないデンドリマー型分子や、糖砂の誘導体など、新しいベクターも開発されている。タットペプチド、オリゴアルギニンを含む、高分子の細胞内の取り込みには、 クラスリミエンドサイトーシスに加え、マクロピノサイトーシスが関与することが知られている。カットペプチド、グリゴアルギニンがまさに帯電しており、細胞表面のプロテオグリカンと相互作用により、マクロピノサイトーシスが促進すると考えられている。抗体は高い抗原特異性を有することから、これに他の化合物を結合することで抗原を発現する。 細胞への特異的ターゲティングが可能である。例えば、高 CD20 マウスモノクロナル抗体に放射性同位体を結合すれば、CD20 陽性細胞の近傍に放射性同位体をターゲティングして、ベータ線やガンマ線で CD20 陽性細胞を障害することができる。このような医薬品の代表例がゼバリンである。またカドサイラは乳がんの治療薬であるが、 後半アニヒトが、モノクローナル抗体であるトラスツズマブに、チューブリン1合阻害薬の DM1 を結合している。またゲムツズマブゾガマイシンは、急性骨髄性白血病細胞に高発現する、CD33 に対する抗体と、強力な殺細胞効果を持つ、抗がん剤のカリケアミシンを結合させたものである。微粒子キャリア微粒子キャリアには、 脂質ナノ粒子と高分子マトリクス微粒子がある。LNP にはリポソーム、リピッドマイクロスェや高分子ミセルが知られている。1964年にバンガムはレシチンの検学液を電子顕微鏡で観察し、ラメラ構造の二分子膜からなる症法の形成を見出した。後にその症法はリポソームと呼ばれるようになった。脂質分子は 極性元と素水性元からなる、両心媒性物質で、水中では安定な二重膜構造を取り、リポソームを形成する。リポソームは、使用性薬物を膜内の素水性部分に、水溶性薬物を内水晶に包含できるため DDS キャリアとして、有用である。リポソームは、小さな一枚膜リポンソーム、大きな一枚膜リポンソーム、 巨大な一枚膜リポソーム多重層リポソームが知られている。調整法や調整に用いる脂質を選択することで、粒子系、表面家電、硬さなどを調節することができ、安定性や臓器への分布を制御することができる。リポソームの改善法として、ステルス化、トランスフェリニア、糖砂の収縮などが知られている。 リポソーム製剤としては抗心筋薬のアムビゾームやカポジ肉質治療薬のドキシルなどが知られている。アムホテリシン B をデオキシコール酸で見学させた注射薬のファンギゾンが心在性心筋症治療薬として使用されてきたが副作用のため十分な投与量、投与期間が確保できなかった。アムビゾームはアムホテリシン B とコレステロール、複合体が リポソーム膜に組み込まれた構造をしており、その平均粒子径が100ナノメートルと小さいため、毛内系細胞に取り込まれにくい。血中でリポソーム構造を維持したまま安定に存在し、正常組織においては血管から漏出しにくいのに対して、感染部位においては血管透過性の更新により、リポソームが漏出し存在する心筋に特異的に作用し、 抗心菌活性を示す。2017年現在は、癌のターゲティングに公的な100ナノメートル程度の流形ならば、リポソームでも作成することができるがそれよりも、小さな流形の場合は高分子ミセルでなければ、作成することができない。高カロリー油液に用いられる、脂肪乳剤は、生成応募高度生成卵ーレシチンで乳化した、脂肪微粒子から成り立っている。 脂肪乳剤は臨床においては、イントラリポス、イントラファット等の名で使用され、安全性や安定性は、十分に確立されている。脂肪性の薬物をこの脂肪微粒子に溶解させ、これをキャリアとして、薬物の安定化や病巣へのターゲティングを狙った、ものを、リポ剤と呼ぶ。リポ剤の例としては、 関節リウマチ治療薬のデキサメサゾンパルミコート、エンセズのフルルビプロフェニアキセチル、慢性動脈閉塞症の治療薬のアルプロスタジル、常味麻酔薬のプロポフォールなどが知られている。抗分子ミセルは抗分子からなる、ミセル構造のことである。抗分子ミセルを薬物キャリアとしての研究は1980年代に始まったものでリポゾームなどの他のキャリアに比べると、 新しい部類になる。代表的な構成は、親水性の鎖と疎水性の鎖からなる、ブロックコポリマーが、B ーサの部分を内核として数十、数百個の高分子が解合して形成する構造で、内核に疎水性の薬物を内包する。B ーサとしては、疎水性災害にも、盛んに、相互作用を生じる種類の高分子を用いることも、可能である。例えば、 イオン相互作用を生じる、家電性高分子差である。水溶性の A 差としては、ポリエチレングリコールが用いられることが多い。最も標準的な構造は、素水性の低分子薬物を内包する、球状ミセルである。リポソームでは水槽に、浸水性の低分子薬物を内包することができるが、標準的な高分子ミセルでは、 浸水性薬物の封入が困難であるなど、高分子ミセルとリポソームではいくつかの違いがある。高分子ミセルは素水性薬物に対して大きな内放量を持つこと、10から100ナノメートルの小さな流形が得られること、薬物放出速度の広い範囲での制御が可能なことなどはリポソームと比べて有利な点である。 しかし、浸水性薬物の封入が困難なこと、薬物封入法が未発達なこと、比較的に高度な高分子設計、合成が必要なことなどはリポソームより不利な点である。核酸医薬など浸水性の高分子は、PIC ミセルなど特殊なミセルを用いる。天然高分子と異なり化学合成した高分子には分子量にばらつきがあり。 分子量分布があるという。分子量は、平均分子量で表現される。EPR 効果固形癌組織では正常組織と比べて、新生血管の増生と血管壁の著しい、透過性の更新があることから、数十ナノメートルサイズのキャリアが固形癌組織に集積しやすいことが知られ、EPR 効果と言われる。抗体医薬品の体内動体抗体医薬品は、 高分子医薬品の中でも、とりわけ血中半減期が長いことが特徴として挙げられる。この主要因として内在性のイグの分解抑制に機能する FCRN を介したリサイクリング促進機構の存在が挙げられる。もともと FCRN は新生児の象徴に大量に発現し、母乳中のイグの FC 領域と結合してエンドサイトオシスによりイグを効率よく 体内に取り込む機能を果たすことが知られていた。その後、FCRN が新生児の象徴に限らず、成人の多くの組織にも発現していることが示された。また、FCRN が FCRN と β2 ミクログロブリンで、ヘテロに両体を形成する受容体であることが明らかになり、β2 メートルや FCRN のノックアウトマウスにおいて、 イグの血中半減期が著しく短縮した。このことから FCRN はイグの半減期の延長に寄与する受容体と考えられている。FCRN とイグの結合は PH 依存的であり、エンドソーム内の PH6.0 から6.5程度の酸性条件下では強固に結合するが PH7.0 から7.5程度の 中性条件下では乖りする特性がある。そのためイグはピノサイトオシスによって取り込まれた後に、主に細胞内に極在する FCRN とエンドソーム内でイグの FC 領域と強固に結合する。その後、イグ FCRN 複合体は細胞表面にリサイクリングされた後、細胞表面の中性環境においてイグが乖りすることで血中に再び戻る。 FCRN 依存的な抗体の半減期延長効果はイグの血中半減期が21日程度に対して他の免疫グロブリンの抗体の血中半減期が2から10日であることからイグ選択的である。FCRN と FC 領域の結合性は動物種が異なると親和性が低下することが知られておりこれまでに開発されてきた抗体医薬品の人における 血中半減期を調べると、一般的な傾向として、マウス抗体、キメラ抗体、ヒトカ抗体、ヒト抗体の順に半減期が長くなる。また、融合タンパク質が持つ FC 領域の FCRN に対する、神話性はイグそのものの FC 領域と比較して低い。FCRN による半減期延長効果を狙った融合タンパク質医薬品を開発しても、 イグほどの長い半減期は得られない可能性がある。可用性抗原を標的とする複数の抗体関連医薬品について、pH6.0 における人 FCRN に対する乖離定数と人で、血中半減期の間には負の相関関係も報告されている。これらより弱酸性領域における FCRN との結合親和性が、 血中半減期の延長効果を決定する要因になっていることが示唆されている。また、抗体医薬品のクリアランスは、その標的タンパク質が可用性抗原か、受容体など、膜結合性抗原かによって異なる。一般的な特徴として、膜結合性抗原を標的とする抗体医薬品のクリアランスは、可用性抗原を標的とする抗体医薬品よりも、 大きい傾向があるとともに、投与量依存的に、クリアランスの低下が見られるケースが多いことが知られている。その原因としては、標的が可用性抗原の場合は、主なクリアランス機構が、細毛内ない皮系による、人食い的な鈍色であることから、抗原の種類によらず類似の動体特性を示すのに、対して、標的が膜結合性抗原の抗体の場合は、 主なクリアランス機構として、細毛内皮系による、人食い的な鈍色に加えて、標的と抗体の複合体が、複合体が、受容体介在性エンドサイトオシスにより内在化する、ことに始まる、標的依存的なクリアランスの法話で説明される。したがって、標的が、膜結合性抗原の抗体の、高等余量条件下でのクリアランスは、 その標的が可用性抗原の抗体のクリアランスに近づくような挙動をとる。その他、抗体医薬品の特有のクリアランス機構としては、同じくイグの FC 領域が結合する FC ガンマレセプターが挙げられる。FC、ガンマ R を介したクリアランスの詳細な分子メカニズムやクリアランスの制御に対する定量的な役割は明確にされていない。しかし FC、 ガンマ R の遺伝子変異がイグでコーティングされた、赤血球の血中半減期に影響を与えることから、FC、ガンマ R は、可用性抗原抗体複合体の、需要体外在性エンドサイトシスによる、細胞内代謝に一部関与している、可能性が考えられる。遺伝子組み換え型の抗分子医薬品の体内動態、主に天然型と遺伝子組み換え型の抗分子、 医薬品の体内動態の際について述べる。高分子医薬品の多くは、糖タンパク質であり、遺伝子組み替えで、大腸菌に作らせたリコンビナント型タンパク質は、天然型タンパク質と異なり糖砂が欠けている。これまでの研究から、糖砂の有無が高分子医薬品の体内動態に、大きな影響を及ぼす事例が、数多く報告されており、 その性質を利用することで意図的に倒査を改変した高分子医薬品の創生も進んでいる。古くは例えばモデル化合物として血清アルブミンを異なる倒査就職すると肝臓への取り込みに著しい差が生じることが知られている。これは倒査認識に基づく受容体会財性エンドサイトシス機構の関与が考えられる。 事実、イルマイナス2を、静脈注射後の体内動態では、R 型の消失が、N 型よりも、著しく早い。イエフェンベータについては、緊中では、R 型は、N 型よりも著しく早く血中から消失するが、上中時においては、両者間に、大きな差は見られず、倒査の有無により、緊中局所もしくは筋肉から血液への移行過程の、 状態に差が生じるものと考えられている。合社病は、遺伝的に、グルコセレブロシダーゼという酵素の機能が欠損している、難病である。糖脂質をセラミドに分解できないため、糖脂質が、細胞内皮系の細胞に蓄積することで、全身性の症状を引き起こす。この治療法の一つとして、酵素補充療法が知られている。酵素補充療法では、 外来的に酵素を投与することで、クッパー細胞やマクロファージにグルコセレブロシダーゼを供給する方法が考えられたが、酵素自身を単独で投与しても効果があまり認められなかった。その原因としては、外来的に投与した酵素が、クッパー細胞やマクロファージに到達しないことが挙げられた。そこで、 グルコセレブロシダーゼに付加する糖鎖の末端をマンノースにすることで肝臓のクッパー細胞に高発現するマンノース受容体に認識させ効率よく酵素を到達させることに成功した。糖鎖就職型グルコセレブロシダーゼはイミグルセラーゼとして上司されている。またエリスロポエチンの半減期を延長するために糖鎖を増加したダルベポエチンアルファーが開発されている。 エリスロポエチンは3つの N 結合糖載と1つの O 結合糖載を持ち、糖載の末端に存在するシアル酸の数を減少させると、インビトロの活性は増加するが、逆に、インビトロの活性は減少することが知られていた。ダルベポエチンアルファは、エポの5カ所のアミノ酸残機を改変し、新たに2カ所 N 結合糖載を付加させることにより、 受容体へのエポ結合親和性は減少し、血中半減期がエポの約3倍に延長した結果、インビボ活性が増加した。それゆえ、従来の週3回投与から週1回投与が可能となった。核酸医薬の薬物動体学体内動体薬の動体は、使用性や分子量や電化などに代表される薬物の物理。 科学的性質と血流や臓器サイズなどの生態側の特徴で決まる。薬物の分子量が大きくなるにつれて薬物が移行可能な臓器や組織は制限される。特に脳や筋肉では毛細血管の内皮細胞が連続内皮であるために毛細血管の透過は制限される。格差2役の基本単位であるヌクレオチドの分子量は310から330程度であり、 就職拡散でもその値は大きく変わらないことが多い。拡散医薬では最小のもので分子量4000程度であり、日本ぐさり RNA であるサーナの場合は分子量1万3000程度になる。分子量4000程度の最小の拡散医薬であっても連続内皮の毛細血管を自由に通過することはできない。分布可能な臓器は肝臓、脾臓、腎臓、 骨髄など有層内皮、不連続内皮から構成される、毛細血管のある臓器である。例外として固形眼組織では正常組織と比べて、新生血管の増生と血管壁の著しい、透過性の更新があることから、数十ナノメートルサイズのキャリアが固形眼組織に集積しやすいことが知られ、EPR 効果と言われる。EPR 効果によって、 高分子が蓄積しやすい固形腫瘍には拡散医薬も到達可能である。実際に常務薬内や腹腔内に投与された拡散はこれらの臓器に集積する傾向がある。もう一つの例外が筋ジ,ジストロフィーにおける筋組織である。通常は筋組織は連続型毛細血管を持つため拡散医薬は通過できない。 しかし、スジジストロフィーのようにスジ細胞の絵師、再生が活発な病態では、スジ組織に効率よく、オリゴヌクレオチドが取り込まれる。分子量が約4万以下の高分子の場合、あるいは5ナノメートル未満のサイズの場合は、腎臓の異等球体ろ化も、体内動体を決定する過程として重要である。タンパク結合率が低い場合には、循環血液中の拡散医薬は速やかに、 糸球体露化によって、血中濃度が減少する。また、マクロファージなどの細胞に発現する、スカベンジャーレセプターなどは、ポリアニオンを認識し、これをエンドサイトオシスにより取り込み、分解することが知られている。天然型の核酸は、リン酸ジエステル結合を有する、ポリアニオンであることから、ポリアニオンを認識する機構により除去されることが、報告されている。 特に100ナノメートル以上のサイズになると肝臓や肺などに存在する鈍色細胞によって認識されやすく排除されてしまう。天然型のリン酸ジエステル結合からなる核酸はヌクレアーゼにより速やかに分解される。核酸医薬の作用は量反応関係があるため分解や消失による濃度減少を抑制することは非常に重要である。 核酸が体内で速やかに分解される現象の対策として、ホセホチオエイト化に代表される安定化誘導体が開発されてきた。また多くの核酸医薬は人子球体のろ過の敷地よりもサイズが小さい。したがって血液中で血小蛋白質と結合しない場合は速やかに人排泄される。この過程は分子サイズに依存することから、 ポリエチレングリコールなどの高分子就職や、高分子就職やタンパク結合性を増大することで、速やかな腎排泄の制御が可能と考えられている。細胞膜透化核酸医薬のようなオリゴヌクレオチドは、細胞にとって不要であるため細胞内への移行は、大きく制限されると考えられている。一般的に、オリゴヌクレオチドを含める、 高分子は主にエンドサイトーシスによって取り込まれる。よく知られた核酸薬のエンドサイトーシスに関わる受容体を下記のようにまとめる。細胞内移行後も細胞膜を通過していないためオリゴヌクレオチドが細胞質や核に移行する可能性は非常に低い。一般的にエンドサイトーシスによって取り込まれた分子はエンドソームへ輸送され、その後 火水分解酵素を含むリソソームへ輸送され分解される。膜糖化性の乏しい活性分子の糖化性改善を目的として DDS の分野では様々な方法が提唱されている。その多くは核酸薬に対しても適用されている。その一例としてはコレステロールなどの使用性化合物を利用した就職が挙げられる。 これは、水溶性高分子である、核酸薬の素水性を増大することで、細胞膜との相互作用を高め、結果的に、細胞膜を介する輸送効率を高めることを、目的としたものである。コレステロールの他には、膜糖化ペプチドや、静電化を有するアルギニン誘導体などを、結合させる方法や、リポソームなどの脂質微粒子や、ポリカチオンなども開発されている。 拡散と細胞膜との相互作用の増大と膜構造不安定化により拡散医薬の膜透過性改善は実現可能と考えられている。細胞膜の透過に関しては一本鎖のアンチセンス拡散と二本鎖のサーナでは異なる点がある。アンチセンス拡散の場合は培養細胞の実験の場合は数百 nm まで濃度を上げると細胞内に取り込まれるが 日本鎖のサーナは取り込まれない。またアンチセンス拡散はゲープマー型アンチセンスでもスプライシング制御型アンチセンスであっても核内で機能するため核膜を通過する必要がある。サーナは細胞質で作用するため核膜を通過する必要はない。ありがとうございます。